バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信しています、シンガーソングライターママのヨーコです。今夜のバニラスカイ、なんと2023年も残すところあと2回の大事な1回、2回の放送のうちの大事な1回でございます。最後まで、まあ今年1、2ぐらいでねどうした、いきなり減速しちゃった、今年1でいきましょう。1ぐらいのね、イチャイチャでお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。来年は2023年の放送最後になりますので、皆さんメッセージやリクエスト大募集していますよ。宛先は 797@fmginowan.com、 797あと、あ、もう一番最初にやるから噛んじゃったぐらい来年の放送皆さんとご一緒できるのを楽しみにしておりますので、 797@fmginowan.com 宛て、バニラスカイ宛てにお願いいたします。ではでは、今夜1曲目、私ね、今年の鹿児島クリスマスマーケットのステージはですね、なんと23日の1回となっておりまして、まあ嬉しいことにね、大事にね呼んでいただけるのは嬉しいんですけれども、まあいろんなクリスマスイベントといいますか、もう忘年会ですね今年は、もう鹿児島クリスマスマーケットだけだった、あとはセンター専門家もありましたね去年はね、そういうクリスマスイベントが、シュアマホテル鹿児島さんであったり、いろんなもう忘年会、まあ私も一緒に飲みましょうっていうねお話までいただくくらいね、今年はね盛んですね、よかった。なので、多くの方といつも以上にこの2023年ありがとうという気持ちがね過ごすことができていることに本当に感謝です。で、23日夜7時からはやっと陽子の日なんですけれども、まあそれまでね開催日から毎日みんなで歌ったシャイニー流していただいてました。今夜もこの1曲をお届けしたいと思います。鹿児島をこよなく愛するアーティスト、鹿児島にゆかりあるアーティストたちと歌いました、陽子のシャイニー。あなたの想いを空を越えて届けよう、輝く笑顔と一緒に明日
の想いを空を越えて届けよう。輝く笑顔と一緒に明日へのギフト。お聴きいただきました曲は、みんなで歌ったバージョンの、ようこのシャイニーでした。まあ実際はシャイニー2020というね、タイトルをつけておりますけれども。まあね、この間も言いましたけれども、今でこそさ、マスクが、ね、なんていうかな、ミュージックビデオを作る上で、別に外さなくてもいいじゃんっていう価値観ですけれども、まあ、2020年はね、まあね、寂しいくらいにね、今までの価値観にこだわっていた自分たちがみんなの中でね、ありましたよね。自分たちがあったっていう言い方、なんかちょっと歌詞的な表現ですけれども、自分たちがいましたよね。まあさ、こう、いろんな方がね、今、会えてよかった、嬉しい。ちょっと今までの我慢したからご褒美で行こうとかね、まあ動きをされる中で、なんて言ったらいいのかな。本当に人と人がね、交わる、この、まあ、顔をね、合わせる、膝を付け合わせるだけがね、全てではないんですけれども。まあ、でも、思い合う時間がね、やっぱり体が近いところにあると、まあ、血が通った感じにはやっぱりどうしてもなりますよね。うん、だからそういうところでね、やっぱり最近は、社会を作ってもらおうかとかね、こういう CM ソング作れたらいいねとか、やっぱりこの、いろんな形の愛が、ラブソングとしてね、よく作る機会をいただけるようになってきてね、めちゃくちゃ嬉しいなと思いますね。うん、まあ言葉がね、ちょっとね、下手くそですね、今日ね。今日も、うん。だけどね、心ってどこにあるのって言った時にね、ここにある、ここにあるっていう考え方はいっぱいあるんですけれども、まあ、実際、人だけじゃないでしょ、心があるって。自然にも心がありますしね。だからこう、地球であったり宇宙であったり共存していく意味っていうところを考えるとね、言葉が詰まりますけど、共存するためにじゃあどうしようって考えると、もういっぱい考えは無限ですよね。なので今年はね、毎年忘年会とかで歌う機会はいただいても、忘年会に来てくださいって言ってもらうことはほぼなかったわけ。寂しい発言してますけれども、今年は2回あったかな、3回あったかな。そう、今紹介したいしとか、陽子さんのおかげでね、楽しい会だったから来年もお願いねとかね、そういう感じでね、ゲスト扱いしてもらって、挨拶とかもね、嬉しかった、びっくりしましたよ。そうでもそういうメッセージをいただけることでね、私もねとっても嬉しいし、まあなんていうのかな、今年、自分にとってもね、ちゃんとした忘年会というか、節目をね、迎えられて、じゃあ来年はこうやって頑張っていこうとかね、こういう風に役に立てないかなとか、まあ出てくるわけですよね。でね、まあそうした中で、私がいろいろこう、お酒を、まあ私もいろんなバイトをしてきましたからね、朝から夜中まで居酒屋なり、アパレルなり、まあ、バイトをしてきた身ですから、いや、お酒を飲み放題だから作るっていう時にね、陽子さんのハイボールは1杯2000円だねとか言ってね、可愛がってもらって、って。まあ、私ですね。飲み放題のね、ドリンクとかも作ってきた人ですからね。で、あと、美味しく作るためにっていうさ、やっぱりいっぱい単価をちゃんとね、販売するときに美味しく飲んでもらうためにって言って、まあ、根が真面目なんでね。自分で言うなよってね。まあ、だいぶ根が真面目なんでね。基本に忠実にね、まあ、飲食するときも作ってるわけですよね。なので、美味しいって言ってもらって、10杯ぐらいね、飲んでくださってたみたい。気づかなかったけど。そう。まあ、だから、なんかこう、そういう変な人間力、駆動力ね。まさかのね、そういう冗談ですけどね、1杯いくらとかね。だけど、勝手に付加価値をつけてもらえる人間っていうのもまた面白いなと。今日はね、ちょっと自分が身をもった付加価値についてね、ちょっといろいろエピソードをお話しできたらなと思っております。ではここら辺でね、もう一曲お届けしたいと思うんですけれども、ヨコはですね、いろんな思いで歌詞を書いている中で、なんていうのかな、こう、忘れちゃいけないなって歌うたびにね、
自分の中でもね思い返される曲があったんです。ただこの間婚活パーティーがありましてね、もう言っていいよね、50組弱、まあ、成立するであろうというね、まあ、100名くらいの方々が参加された、あの婚活パーティーでしたのでね。で、あの、まあ、カップリング率はあのどのくらいだったかと言いますと半分に近かったんですよ。というのも21組なので、まあ、40数組、まあ、50弱のところを41組もカップリングしたっていうのが、お友達からっていう方も4組いたのでね、すごいですよね。で、何よりもこの方たちのすごいところはね、スタッフの皆さんがね、もうとにかくみんながね、せっかくここに来てくださったんだからって言って、青年部の方々のね、プロジェクトだったんですけれども、青年部の方々もね、別にもう、まあ、言葉を選ばなかったら、まあ、ボランティアなんですよね。地域活性化をするための大事な婚活パーティーとしてね、動いてらして。で、それプラス、奄美の里の、おじいちゃん、はい、のんちゃん、いらっしゃいませ。のんちゃん、今日もスペシャルゲストいきなり来ました、のんちゃんです。よろしくね。あ、手振ってる。バイバイ。まあ、そんな感じでね、アットホームにね、収録させていただいておりますが。あ、で、奄美の里というね、結婚式場のスタッフの方々もね、もうね、最後、チャペルでね、まあ、発表になるわけですよ、カップリングのね。そして、キャー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 言ってね、よかったよかったって、もうすんごいいいスタッフさんで。ね、プラス、もう、それを、企画した、実行されてた青年部の方々もパーフェクト。で、なおかつ、陽子は、びっくりするくらい、100人からの、緊張を一気に受けて、それで、歌っていく中でね、みんな一緒に歌ってくださったり、もうどんどん笑顔になってね、もう陽子のね、もうこの生き様を話すわけですよ。惜しみなく。そしたら、医師が、次の子供を考えるときにね、まあ昔ね、いくつ、話した方がいいかなっていう話になった時に、まあ2番目ののんちゃんがまだ1歳ですけどね、生まれた頃にね、5歳ぐらいになってからでいいんじゃないの、夜泣きが大変だったからでしょうねって言ったら、自分65歳じゃんっていうネタがあるわけですよね。そしたらね、それを聞いた、婚活も頑張ってらっしゃる皆さんが、おーってすごい励みになったんです。意思はおりませんでした。私一人で歌って言いに行ってました。チャペルでね、一人で頑張って歌ってましたけれども、全部イッシーが持って行ったみたいなね。そのくらいね、ハピフルな時間でございました。ねえ、この時にね、男性の方々が退席されて女性だけ残った時にラブレターズを最後に歌わせていただきました。このラブレターズという曲は、歌詞がですね、女性の応援歌であったり、私が娘シノにね向けて発信している言葉を綴ったラブレター、ラブソングだったので、なんと言いますかね、ぴったりかなっていう淡い感覚のもと歌いました。もちろんね、このラブレターズもね、実行委員の方たちと決めて歌ったんですけれども、なんか歌ってる時にね、この言葉遣い合ってんのかな？私はこういう意味でしかね、届けてなかったけど、こういう受け取り方もあるのかなと、今一度歌いながら言葉の怖さも感じました。だけどね、まあ、シンプルにね、今日はね、皆さんがハッピーでありますようにという思いを込めてお届けしたいです。まあ、とにかく毎日成長できる音時間に感謝の陽子が、今夜2曲目をお届けします。陽子でラブレターズ。幸せのピース、今この両手いっぱいの愛を送りたい、心と心を続いてく明日へ、
きいただきました曲は陽子でラブレターズでした。まあね、歌えば歌うほどね、まあちょっとカップリングはね、また次の機会っていうね、女性の方が残ってらしたお席でしたのでね、私はね、皆さんにね、一枚にね、私は合コンとか婚活パーティーとか参加したことがなくてね、自分がまさかね、2度目の結婚をするとも思ってなかった。でもお付き合いするともう一人一人にね、こう本当一対一で真剣に向き合ってくるタイプだったのでね、まあ、まさかまさかが重なって今平和なね、家族を持てているということは感謝なんですけれどもね、でも生きているといろんな経験をみんながする中で、みんなが同じ方向を見てね、共感できる曲なんてほぼほぼ可能性的には難しい中を、ある意味いい子ちゃんとかじゃなくてね、なんかこうどういう曲だったら人の役に立つんだろうと思ってね、歌詞を書いたり曲を作ったりしている私が、ほんとラブレターズのこの言葉はプラスな言葉だったのかな、前向きになれるのかなとかいろいろ考えたんですね。ただね、幸いなことに実行委員の方たちがね、いやあの曲は良かったですよって、もう何回もね、14回かな、14回目の開催でしたからね、ずっと行う中で初めて歌のステージを入れられて、ヨコさんのおかげで、このクリスもね、ちょっと待ったっていうね、国がね、プラス4国がお友達からの人たちが増えたと思いますよとか言ってもらうと、ああ意味があったなと思うけど、まあそれだけではね、なんか帰れないところもありましてね。で、まあ今回その付加価値というところなんですけれどもね、まあ私の人生、シノンが、のんちゃんがね、いてくれるだけでもう付加価値爆上がりでございますけれども、まあ、とにかくそのイベントに出演させていただくときとかは、私が歌うことでどういったね、プラスなことを作り上げるかっていうのが本当課題だなと思ってましたね。で、この間の婚活パーティーで参加されたけどカップリングにならなかった、当初の目的が果たせなかった方もね、いらっしゃるわけですよ。まあ、私がですね、イベントに呼んでいただくっていうことは、やっぱり何かかしらのね、皆さんにとってのプラスが生まれるような、まあ、タイミングを作れたりとかね、きっかけを作れたりとか、何かこう陽子の歌があったからこれが生まれたみたいなね、奇跡的なね、音時間を作るのがね、私の役目だと思ってましてね。なので今回こうカップリングにならなかった方たちに何がね、残すことができるかなというか、何か役に立つことができるかなと思いながらね、歌ってたんですよ。今日はダメでも別にいいじゃんと、運命なんていっぱい転がってるはずだからって、まあある意味思ってほしかったのかな、私的にはね。だから一件ね、 DM いただいてね、カップリングにはならなかったんですけど、陽子さんのファンになりましたっておっしゃってくださる方がいて、女性の方でしたね。それはね、めちゃくちゃ嬉しかったんですよね。私が勇気づけられた。だから付加価値って多分歌い手だとね、いくらもらって私の歌をね使ってもらったんだからそれでいいじゃんっていう人は多いと思うんですよ。そこじゃないんですよね。歌がお金に変わるっていうことは必要とされている、役に立つ、私でないといけない理由っていうのを私たちは背負ってますね。なのでそれをじゃあ主催の方たちがね、目的として呼んでくださったなら、ちゃんとその先にある、その先の先につながる方たちにも意味がなさらないといけないよなっていうのをね、改めて今年1年はね、本当付加価値という言葉、いい意味でね、はい、学び、そしてチャレンジする機会をたくさんいただきました。本当にありがとうございます。では今夜最後の曲ね、この曲主催の方もね、副委員長さんも口ずさんでくださり嬉しかった、私のゲロー甘い、ラブソング、陽子でスウィーティー。愛してるずっとずっと I will love you forever ever、 こんなに愛せる知らなかったの。
いつもそばにあなたがいて、どんな時も包んでくれる、その声も腕の中も全部あたしだけのもの、苦しいくらいあなたのリズムに負けそうで、何もいらないからね、早く来て、愛してお聴きいただきました曲は、ヨーコでスイーティーでした。今夜は2回目の告知でございます。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエストを大募集しております。宛先は 797@fmginoan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。来週は最後の放送でございますよ、皆さん。仕事納めの日、ヨーコもラジオ納めとなります。ぜひ、来週は、今年こんな1年やったーと。2024年はこんな一年にしたいとね。はい、もうめっちゃメッセージ待ってます。ヨーコはですね、愛も変わらず、愛をふりふり、巻き巻き、そして、2024年もね、ヨーコ同士に染めてやろうという企画でいっぱいです。いろんなところで、コンサート、ライブ、行って、動員数を、未だかつてない数に増やすために、1月から3月は、インフルエンサーとして、活動できるために、インスタ1万人は越してやろうと、頑張ります。なので、皆さん、私のね、SNS の共有も、ね、になってますよ。皆さんの役目ですよ。来年、よろしくね。この後は、ひふみずバーです。ひふみさん、今夜もよろしくお願いいたします。来年こそ絶対に行きます。リスケになっても何回も行きます。それが来年の課題ですね。もう、今年みたいにね、いろんなことを考えてね、まあ、いい子ちゃんでいるのはやめようと思います。やっぱね、体調が悪い一つでね、いろんな人に迷惑かけちゃうからと思ってましたけれども、来年はね、もっともっと、健康体で、免疫力高めに、ハッピー力高めに、沖縄行くぞ!おう!では、一週間、皆さん、めっちゃ冷えますけどね、鹿児島ももう一度とか、普通にやってきますけれども、ハッピークリスマスをお過ごしくださいね。ヨーコも負けじとハッピーハッピーハッピークリスマスを過ごしたいと思います。では来週までバイバイハッピー。